お元気ですか？僕ちみです。今回は東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2022セカンドバージョンの開封動画、今度はね後編の10袋開けたいと思います。それではね早速やっていきたいと思います。まずは後編のね、1袋目でございます。まずはですね、こちら、田中選手、これ沢野選手、吉野選手、これワン選手、これ台湾人でございますね。寺岡選手、湯気選手でございます。これは 2袋目でございます。住谷選手、ギッテン選手、小郷選手、福森選手、これ藤井勝投手のね、白サインカードでございます。岸選手でございます。3袋目でございます。で太田選手、吉本選手、これは田中選手、佐藤選手、ブリセス選手、田中将大選手でございます。4袋目でございます。村林選手、マルモレホス選手、江川選手、旅行選手、元ファイターズでございます。涌井秀明投手のねこちら白サインカードでございます。早川選手でございます。お袋目でございます。田中選手、佐藤選手、小深田選手、柳沢選手、でこちらですね岸選手のね、カードでございます。ね、ちなみにこちらはね、シリアルナンバーをね、入って、彫っておりません。で、高田選手でございます。6袋目でございます。和田蓮選手、宮森選手、浅村選手、島内選手、西口選手、涌井選手でございます。7袋目でございます。内田選手、岩見選手、石原選手、渡辺選手、内間選手、塩見選手でございます。8
1袋目でございます。マーキ選手、西川選手、那須田選手、鈴木選手で、こちらね、涌井選手の今度はこれが金箔のね、サイン、核サインカードでございます。こちらはね、なんとシリアルがついております。20分の18でございます。惜しかったですね。あとね、2つね、下がっていったらね、これジャージカードというね、カードがね、出たんですよね。まあ仕方ありません、で、これは小峰選手でございます。9袋目でございます。吉野選手、ワン選手、茂木選手で、鎌本選手で、なんとまた直筆サインカード出ましたね。でこちらがですね、吉本選手かな、背番号008番のね、直筆サインカードでございます。と間違ったらごめんなさい。でこちらがですね、40分の13となってます。直筆サインカード2枚目でございます。で涌井選手でございます。で最後のね、後編の10袋目やりたいと思います。茂木選手、鎌本選手、堀内選手、黒川選手、孫選手で、最後は酒井選手でございます。はい、以上で東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2022セカンドバージョン開封動画終わりたいと思います。ちょっとね、ちょっと曇っててね、ちょっと見えにくい方もいらっしゃると思いますのでね、ちょっとね、金箔サインカードをね、もう一回見せたいと思います。こちらがね、涌井選手の、シリアルナンバー入りの金箔サインカードと、で、こちらですね、吉本選手ですね、の、直筆サインカードが手に入りました。直筆サインカードね、2枚出たのはね、始めたばっかりの時にね、1回だけあったんですよけどね、なかなかね、あとはなんかアスリート、ごめんなさい、アスリートの方でもね、2回ほどね、2枚直筆サインカードも出ましたし、女子プロレスカード編でもね、何枚かね、直筆サインカードが出たと思います。大変失礼いたしました。またお金がありましたら、こういった開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。